はい今回は岸田がライドシェア導入検討しているニュースとウルトラ級におかしい点こちらを考えていきます今回もよろしくお願い致しますリスナー様がですねこの岸田がこのライドシェアをまあ導入検討しているっていうまあコメントをいただきまして僕はちょっと知らなかったんで調べてみたんですねそもそもこのライドシェアっていうものについてほとんどわからないので今回調べてみましたで。 これはですね最初にお話ししようかと思うんですが、岸田がこういうことを言い出した時点で、何かおかしいなと、今までのことから考えられるわけですよ、まあ、検討するっていうね、まあ、得意の検討しで、えー、本当に検討で終わるのか、な、ま、ん、あ、なのか分かりませんけどっていうことで、でえーまあ、ニュースの内容になっているんで、まずこのニュースの内容を確認していきます。 岸田がライドシェアを導入検討したと10月23日の所信表明演説で、えーまあ、岸田がです、ねまあ、臨時国会の、まあ、あ中ででしょうね一般ドライバーが自家用車を使い、有償で乗客を送迎するライドシェア相乗りの導入について検討を進める考えを表明する方針を固めたとあります。でこの えまあ、ライドシェアというのは、まあ、この白タクというようなことも言われていて、えーまあ、禁止であるということもあるんですね。このあとそのことが続いていくんですが、でまあ、ちょっとその件についても考えていこうと思うんですが、まあ、続きがあるので、続きをお伝えしていきます。タクシードライバーが減少していることを踏まえて、観光地、過疎地での活用を想定して検討を進めると言っているんですねで。このライドシェアは白タクとして え道路運送法で原則禁止となっているが、規制緩和の一環として、え菅前首相が導入を訴えていると、だから今回、ですねえ岸田が言ったんですが、その前に菅も言ってるんですよ、でこのあと調べたんでお伝えしますが、実は安倍も言ってるんですね、からくりを言うと、えこの自民党とです、ね、この何かしらの,この団体の,この利権が多分関係していると思うんですよ、それで、まあ、こういったものをまあ推奨しているということです。 でちょっと話がそれるんですが僕が思ったことがありましてこのライドシェアと直接関係するかどうかっていうのはわからないするかなと思うんですがインボイス制度ってあるじゃないですかあの日本国民が多く反対している、うん、ね10月1日から始まったあ54万室の反対証明があったインボイス制度1年間のです、ね、売り上げ1000万未満の方に対しての実質の消費税増税なわけですよ。 このインボイス制度っていうのは、いろんな目的があると考えられるんですが、この個人タクシーを潰すことが狙いだったんじゃないかと、そのように考えられるわけですね。インボイス制度が始まって、このインボイス制度に登録しない、で個人タクシーを廃業した方がかなりいるっていうことなんで、個人タクシー廃業イコール個人タクシー潰しなわけじゃないですか。当然、そういった裏の見えない目的っていうのもあると考えられるわけですね。でこの 松野官房長官というのが、この、ね、ライドシェアについては、安全の確保、利用者の保護の観点からいろいろあるということで、まあ、反対っていうか否定的な意見なのかな、自民党の中で、まあ、否定的な意見が出てるということで,で、僕も思うんですよ、ただこの松野っていうのは、松野官房長官という、これはですね反対のポーズを取ってるだけじゃないかと思うんですよね。 だから皆さんも思われると思いますが要するに一般人が運転する車に人が乗るわけじゃないですかもしかしたら何か事故に遭う可能性もあるんですよ。安全がどこにも担保されていないということがあるんで、うん、だからおかしいなと思うということです。で まあこの、まあ、厳密に言うとね、まあ、違反なのか、違法なのかっていうのがちょっとわからないんですが、まあ、違反あるいは違法を、をそういったものの可能性のあるものを、なぜ岸田は推奨するのか、さらに言うならば、菅も推奨していた、この後お伝えしますが、安倍も推奨しているっていうことなんですね、でこの,、まあ、あの白タクって聞いたことあると思うんですが、この白タクっていうものについて、まず考えていこうと思うんですね、ここから。 白タクっていうのは送迎サービスを提供し、対価としてお金を徴収する事業っていうことなんですよ。だから一般人が車で、ねまあそのまあ、お客さんといっても知らない人を乗せる、そしてお金を取る。ただこれっていうのはタクシーではないんですからやってはいけない。で、この白タクっていうのの行為を繰り返すと、違法な白タク行為で罰せられる可能性があるっていうことなんですよ。だから、 ホテルとか民宿の送迎サービスでお客からうんちをもらうことはできないとされていたと、だから、な、うん、まあ、だろうね、わからないですけど、まあ、ちょっとホテルとか民宿で駅からあの、まあ、遠いところにその車で送迎しても、それっていうのはお金を、まあ、払えない、受け取れないということだったということなんですね。 でこの白タクが違法であるまあ、根拠として、道路運送法という法律があるっていうことなんですよ、でこのタクシー事業っていうのは、一般乗用、乗用、旅客、自動車運送事業、なんか難しいですけど、まあ、その漢字がいっぱいありますけど、国土交通大臣の許可なくタクシー事業を行うと、3年以下の懲役、あるいは300万以下の罰金ということ、あるいは両方があるっていうことがあるんですね。うん だからこの白タグが違法であるっていう、えー、この根拠っていうことで、この岸田が進めてるのも、これも違法ないしは違反である可能性があるんですよ。このちょっとどちらかっていうのがわからないし、僕はあの、まあのま最後にお伝えしようかと思いますが、このね、えー、こういったもの、は反対ですよ。反対っていうか、この岸田が持ち出してきたこのライドシェアとかね、安倍スが岸田とね、こういうのを押しているわけじゃないですか。 で、さっきお話しした時きにえ菅が出てきましたよね、菅の時。で、今度はあ安倍もですね、実はこの白タクっていうのを解禁しようとしたっていう、まあ、ことがあ、ニュースっていうか、そういった情報があるんですよ。えー、今度、こちらを考えていきますね。 タクシー事業に関しての、まあ、規制でいい面、悪い面もあるということなんですがいい面としては許可を取ることによって、まあ、高い運転技術の運転手があるということでこの事業者に対して稼働競争が抑制される一定のサービスレベルが確保されるということなんですね。 うん、だからあの安全に、えーまあ、価格をその一定でっていうことなんですよ。で白クっていうのはそういうことができないわけじゃないですか。で白クっていうのは違法っていうことだったんですがその違法のことを安倍・菅・岸田とまあ行こうとしてると。でこの安倍はですねタクシー事業が行き届いていない地域サービスが供給される、えー、っていうことを言って、まあ、これを推奨したっていうことなんですがまあ何でしょうね。 単純に普通に、だからその一般人が車で送迎して、お金はもらわないんですよ、さっきの話で言ったお金をねもらってはね、ねこ,の,この,あの違反違反違違法になるっていうことじゃないですか、道路運送法っていうので、ただし、じゃあそういったものを推奨している安倍・菅棋だと何なのかっていう話じゃないですか、だからこ,この観点からして、まずおかしいんですよね、あの法律違反の可能性がある安倍・菅棋だと、これを推奨しているっていうことで。うん で、えー、まあ、なんていうのかな、この後ろにですね多分利権があるんですよ。で、それがあのここからお伝えしていこうと思うんですが、日本においては、営利目的のライドシェアが厳密に禁止される反面ですね、公共交通など目的とした優勝ライドシェアはしっかり制度化されているっていうのがあるんですよ。だからちょっと難しいんですが、これはいいっていうことなのかなと思うんですよね。 ただ、先ほどダメだっていうこと言ったじゃないですか。だから、うんまあ、白黒はっきりしないのか、まあ、グ,グレーゾーンなのか、なんだかわからないですけど、これ調べて考えたんですけど、だからまあね、先ほどは違法、違,法違反であるということだった。しかしですね、ここには公共交通事業などを目的とした有償ライドシェアはしっかり制度化されているっていうことで、うん、何かなとかって思うじゃないですか。で、まあ、この あのサービス対象は住民のみならず環境観光客に拡大される緩和を図るということなんで、うん、どうなんでしょうね、えーそのまあ、あまり人があ、ね、なかなかそのタクシーが行き届かないところではそれをいいとされているのかただしですね、まあ、た例えば、ね、タクシーがその事業でしているところでは行けないというのかなんだかわからないんですが、えーまあ、またちょっと続いていくんで考えていこうと思います。 個人による制限のないライドシェアはタクシー業界から反発が大きい安全性を担保できないため認められていないということなんですね。だからあの違反、違法であるということもそうですし安全じゃないじゃないですか。一般人が運転する車に人が乗るということはだからこの反対っていうのは僕は最もだと思うんですよ。でその点の、点 アベスが岸田と、えーまあ、あ賛成しているわけですよ。で、今度ですね、えー、ライドシェアを本格解禁しようとしていた動きがあったと、新経済連盟、なんだかわかりませんけど、2018年に、えー、国土交通大臣に対してライドシェア新法を提案していたと、ドライバー不足により、えー、タクシー事業が成り立つ地域においてもサービスが不足する、あるいはですね、えーまあ、自家用優勝 旅,旅,旅客運送が可能な地域において、えー、参入が認められず需要が満たされていないってなんか難しいこと書いてますけどだから インボイス制度でですね、その個人タクシーを廃業の方に追い込んでですね、この自民党がまあ目的としている、このライドシェア新法、あるいはですね、まあ、法整備の前にじわじわそれを推奨しているのかなとかっていうのも思うわけですよ。もちろん僕は先ほど言ったように、ライドシェアとか反対ですからね、うん。で、実際にまたここにもあるんですよ。<laughs> 菅義偉があライドシェアの拡大に意欲的であるとでここに、ね、あるんでこれかなと思うんですがライドシェアはすなわちタクシーの自由化を意味すると言ってるんですねうんだからまあどうかなと思うんですけどこの個人タクシーっていうものを廃業に追い込んでこのライドシェアあるいはタクシーの自由化でそこの後ろにいる自民党のまあ利権なのかなと思うんですが であるいはそういったものを安倍の時からやろうとしていた、安倍・が岸田と推奨してるわけじゃないですか、ということが考えられるんですよ。で、この、さっきお話ししたように、どっちかわからないっていうことをお話しして、正直どっちかわからないんで、えー、申し訳ないんですが、あのー、このですね、自民党の、この、だから押してる、ね、ライドシェアを推してる背後に、おそらく外国勢力がいるんですね。だから日本の宗主国、あるいは宗主国の関連か分かりませんけど、 外国勢力がおると考えられるんですよなんでかっていうとこういった今度また別の情報があるんですね2018年国内のタクシー配車アプリは中国のライドシェア企業の とか,あなんかちょっと読み方がわからないんで DIDI とかっていうんでしょうかねあるいはアメリカのウーバーなどが新たに参入したってウーバーってねあるじゃないですかあの食べ物を運ぶウーバーっていうやつですよねで、えー、そ,そういったことからあ、まあ、その日本のタクシーに、えーまあ、いろんなことが巻き込まれるようなことになったっていう、まあ、ことが書かれてあるニュースなんですよ。 こ2018年からこのアプリを使ってこのライドシェアをしようとしていたと、まあ、そういったことなんですが、えーまあ、廃車アプリによるタクシー業界の盛り上がりとは別にライドシェア解禁の動きは静まっていたということなんですが。 うん、安倍の時にこの話が出てきて、で菅もしようとした、で一回、あのまあ、何もならなかったけど、岸田がまたしようとしている、でこのいわゆるタクシー会社から反対されるっていうんですが、タクシーがインボイス制度によって、個人タクシーが廃業とかになることによって、えーね、そういったサービスが行き届かないから、しょうがないんじゃないかって、そういった流れに持っていこうとしてるんじゃないかと、僕は調べて考えて思ったんですよ。 で自民党の背後にその外資系の企業がある、でそこのも儲けが関係している、そういったまあことだと思います。で、ここからですね、またちょっと難しいんですけど、こちらを考えていきます。で、実際にですね、えー、こう、なんていうのかな、こういうことがまあ,あるんですよ。 ライドシェアっていうのは一般人が優勝で他人を運送する白タク行為をして、えー、現状国内では禁止されていると。だから禁止されているものをなぜ岸田も安倍氏が岸田と推奨しているのか意味がわからないじゃないですか。だからまだ解禁はされてないんでしょうね。うん。どっちかわからないなと思うんですが、ここにありますから、現在国内ではライドシェアは禁止されていると。それを、あのね、禁止を解こうと岸田がしているのかなとかっていうのも思うんですが、 でこのウーバーっていうのが日本に来て、ウーバーがこのハ,ハイヤーとか、まあそういうのをして、国内のライドシェア解禁を目指してきた。だからやっぱり外資系企業ですよね。うん、で、そういったようなことを、まあ、していたんじゃないかと。うん、で、この、なんていうのかな、えー、自民党の背後にですね、この団体があ,あるんですよ。 でその話があ,あるから、だから多分ア安倍・が棋士だと推奨してるんじゃないかなって思う、この情報をね、お伝えしていきます。ちょっとあの難しくてわからないところもあ,あるんで、申し訳ないんですけど、も,もう少し、えー、頑張ってお伝えしていきますライ。ライドシェアに市場を奪われるタクシー業界からの反発は大きい、えー、自民党ハイヤータクシー、えー、議員連盟など、業界がバックにつく有力な議員団体もあり、 ライドシェア解禁なななかかなか思惑通りに進まっったっていうのがあるんですよねで世界的にあのタクシー需要の大きい日本でさらなる事業拡大を、えーまあ、目指すためにウーバーはライドシェアを棚上げするう、まあ、ことをせざるを得なかったって書いてあるんでこの自民党ハイヤータクシー議連っていうその自民党の背後にその背後っていうか団体がいるそれとその外資でしょうねこのウーバーとかそういったものがまあ何でしょう えーまあ、対立し合う関係だったのかわからないんですけどそれを岸田は入れようとしている。だからつ,つまり 安倍氏が岸だと入れようとしてるわけじゃないですか、この今まではダメだめだということを違法、違反であったこのライドシェアを入れようとしてるっていうことなんですが、実際問題として、ですね日本のあのタクシーっていうのはあの安全ですし、質が高いんですよ、あのねハイクオリティー、安全面もある。でじゃあ、例えばライドシェアってそんなことない,ないじゃないですか、で一体どういうふうにするのかっていうのもわからないですよね、安全でもないし、料金だってまあどういうふになるのかわからない。で そんなものを解禁したら、ね、またさらに混乱するっていう可能性が非常に高いわけじゃないですか。あるいは、ここに出てるんですがあの、タクシー配車アプリなど、そういったものがあなんていうのかな普及するようになると、また消費者の利便性が保たれるっていうんで、まあ、ちょっとわからないですけど、このアプリを使ってその外資系が入ろうとしてるのか。 えー、っていう風にも取れる。僕はさっきお話したように、別にね、このライドシェアっていうのは反対なんでね、よくわからないんですけど、今、ダメなものを、なぜ岸田がしようとしているのか、そしてそのインボイス制度っていうものと重なってるとも取れるんですね。で、今度は、あの何、ー、ていうのかな、需要があるっていうことなんですけど、まあ、その需要があるっていうか、えー、需要があるところに向かったんじゃないかと思うんですけれども、 あのこのまあ、白タクっていうのとこのライドシェアの話なんですが、えー、都市部ではないんですねだから都市部ではなくあのまあ、地方で、えー、まあそのタクシーではなくライドシェアのようなサービスを欲しいというまあ、人がいるっていうこだからやはりですねその地方になるとタクシーがわからないですけどまあ、そういったね短い距離でとかっていうのを嫌うからまあ、そこにはあのその でこの白タクライドシェアの需要があるのかもしれないんですけれどもあの何ていうのかな禁止になってるわけじゃないですかうんで今度また言ってきて、えー、インバウンドで一般人が観光客を案内しながら車で運送するサービスはあーニーズが高いっていうことで、えー、ライドシェアを入れようとしてるだから自民党とかっていうのはもう,そのもう全くもうはっきり言ってとんちん感なんですよ 日本経済を良くするのは別にインバウンドではないからね国内個人消費日本国民の国内個人消費 GDP が上がることが日本経済の一番の道っていうかそれしかないんですがそれに関してインバウンドであるとかそんなこと言ってるわけじゃないですかで本来であればその個人タクシーをまあ 都心あるいはですね地方に配置することがいいんですが、そのインボイス制度によって、地方の,あの個人タクシーってのも厳しくなってるわけじゃないですか、そこにこのライドシェアっていうのを入れて、徐々にそういったものを普及していこうとしてるんじゃないかなと、本当、僕は思うんで、だから当然反対です、あのインボイス制度なんて今やってますけど、ね、どこかのタイミングで、なるべく早いタイミングで、日本国民が、ね、無期限の中止、無期限の廃止っていうふうに持っていかないと、どん,どん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 社会の形が壊れていく、そのようなことを考えられるってことです。 だからこのお、ね、今回ライドシェアって言ってますが。 インボイス制度が始まったことによって、個人タクシーの方が廃業した、それでさらにタクシーが減った、もしかしたらそれも狙いかもしれませんね、そしてタクシーが減ったんだから、このライドシェアをしなきゃいけないじゃないか、ライドシェアをするためにはどうするんだ、背後に外資がいてアプリをするとか、どうのこうのとか、そういったことをやろうとしてるんじゃないかと、だから自民党の背後にいる、外資ですよね、宗主国、あるいはその関連の外資、外国が、これをプッシュしてるんじゃないかと、僕は思ってます。で、僕はあの調べて、ここら辺ぐらいましょう。 がわからなかったんですけどライドシェアっていうものに反対ですまあ、賛成反対は人によって考えが分かれるので何ともそれは言いかねますが僕は反対です安全ではないしそもそもそういうね、あの今まで規制があったものを取っ払ってやる理由がわからないうん。 全く意味が分からないでですねで最後にですね非常におかしいことがあるんですよ。多分これは皆さんもここから話す話を聞いていただいたら非常におかしいとまあ、本当に、えー、ウルトラ級におかしい点ということでこれを聞いてですねおかしいと思わない人はいないと思うんですよ。何かっていうとですね明らかに矛盾したことがあるんですね。そ,それを指摘していた人がいたんですよ。で僕もあの今からお伝えするんでおかしいと思います。何かってこういうことです。 国土交通省が年齢がですね75歳以上の人には、えー、免許を返納するように呼びかけているってことですね。高齢者の事故があるからだと思うんですね。そうだなと思うじゃないですか。で、今度はこれです。個人タクシーの年齢制限を75歳から80歳に引き上げた。うん、意味わからんって。だってそ,そうじゃないですか。75歳以上の人が運転すると、ね、えー 事故を起こすからか,か,かもしれないから免許を返納するように呼びかけたんでしょ、うん、でその75歳以上の人80歳までの人がですね個人タクシーを運転したら事故を起こす可能性があるじゃないですか全く矛盾して意味わからんこと言ってるわけですよだからあのちょっとこの今回はライドシェアを調べてましたけど <laughs> おかしいいと思いません事故を起こすから75歳以上の人に免許を返納させるって言ってるのにタクシーの運転手の人を75歳から80歳に引き上げるって全く意味がわからないですよね。うん、まあん言言、まあ、だろうねタクシーの運転手がこういなくなるようにインボイスでそっち側に誘導してまあこういうことをさせたのかあるいは利権があるのか岸田っていうのはですね、えー、まあいろんなものが後ろについてると思うんですが。 まあ、岸田の背後にはあ財務省、経団連、経済同友会、あるいは宗、ね、主国がおりますから、今回はこの宗主国でしょうね、その外資系の会社とか、そういったものの支持が岸田に飛んでいて、えー、岸田がこのように言ってるんじゃないかと、まあ、思いましたということで、えー、ちょっといただいたご意見に対して、まあ、思ったことを調べてお話しさせていただきました。僕はライドシェア反対です。でまあ、リスナー様の何かのお役に立てることがお伝えできれば、何よりですということで、えー、今回はここで終わります。最後ままでいいててただきまして ありがとうございました。失礼いたします。